英雄王とまで契約するとは、大したものです。彼は、その、色々と問題のある英霊ですが、その実力は頂点の一つでしょう。あの言動もそのうち慣れますよ。まあ、私は慣れませんでしたが。ああ、すみません。ちょっと隠れますね。顔を合わせたら、最悪、本気の殺し合いが始まっちゃうかもしれませんし。<laughs> 苦手なタイプの王もいいらっしゃいますね。殺されないようにしたいものです英雄王か王でありながら英傑としての力も望まれるとは信頼の頃とは厳しいものだこれは驚いた英雄王までいるではないか 敵であれば厄介この上なく、味方であればさらに厄介な男だ。貴様、正直手を焼いているのではないかん英雄王、まさかここにいるなんて。待ってろ。いつかあいつと一緒に僕は。英雄王、こんな人類の果てで会えるとは。ああ、待っていろ。 あいつと一緒に私は、黄金のサーバント魔術師殿、あやつは良くない。すぐに裏切るフラチモのゆえ、すぐに契約を切るべきですぞ黄金の男か。存在さに限りはなく、決断に緩みもないようだ。俺の趣味ではないが、王としてのあり方は認めるほかない。さぞ強い国、強い民を率いたのだろう。 そこは少し羨ましくはあるなぜそんなに武器を持っているのかですかそれが戦場に赴く前に何を持っていくかいちいち考えるのがめんどくさあいえその時々に応じて最も良い備えをですねえっじゃああの金色の王のように大量に武器を飛ばすのはどうかですか いや、飛び道具は当たらないのでどうも今一つ。やはりこう、直接獲物で殴りませんと、どうかバキと。見られてる。すごい、見られてる。う,う、英雄王に、さっきから、すごい、見られてる。英雄王ファラオオジマンディアスに神戸も垂れず、あなたはいつも、不景極まります 良いですか霊気が変わった私は、ちょっぴり強気になったので、こんなことも言えるのです。何です同盟相手。遠すぎるから、英雄王には聞こえないと思うそれで良いのです。それで、良い、の、です。あいつが人に力を貸すなんて驚きね。この異変を起こした元凶の正体より驚きよ。何のことかって 決まってるでしょ私を袖にした、最高に趣味が悪くてわがままな金ピカのことよ。かあ、うるさい方のギルガメッシュか。どうやってあいつと契約したのよっぽどの勇者か天然じゃないと話すら成立しない暴君よ、あれ。って、そっか。よっぽどのあれだってことか、あなた。ああ。 懐かしい気配があるね、これは。あんなのと契約しているなんて、幻滅するわ。誰って、あのあーちゃんのことよ。あーもう心臓抜きたーい後ろから襲って